地図出雲神屋は、長野県飯田市出木にあった皇太より合畑旗本の、小笠原氏宣告の神屋である。神屋は、慶長5年に、松尾小笠原氏の小笠原信峰の弟で、皇太より合畑旗本となった、小笠原長居によって築かれた。徳川家康の命で、武蔵区本城から天保となり、中世の山城である伊豆木城の麓に神屋を構えた。神屋は今、書院を中心に、 土蔵、旧舎などがあった。陣屋入り口には、物宮倉があり、陣屋門として、太古門があった。太古門は、現在、飯田市天馬町の線、寺主寺の山門となっている。陣屋の南側を取り巻くように兄川が流れている。小笠原氏の築いた陣屋にて、明治維新を迎えている。交代寄り合いは、江戸上流の間詰めで、老中。 若年寄りの支配を受けたが、祭祀は初代名とは異なり、在所で生活することが許された。明治以降、建物が取り壊される中で書院と玄関が現存している。神屋氏には、旧神屋門と物宮蔵の石垣が残っている。旧小笠原家書院を小笠原家資料館江戸時代初期の、官営年間五郎の掛け作りによる武家書院。南の約三分の一が、 崖の上にせり出した構造で、正面には、桁、雪3.43メートル、張間3.73メートルの東破風作りの玄関があり、香料上に、家紋の三回脂を装飾したカエルマタが据え付けられており、屋根はコケラ吹である。書院の内部は桁、雪14.4メートル、両雪11.5メートルで、他の字型に4室に分けられ、 北側を除く三方に側園を巡らせている。用材は、恵那山一帯の総皮の木造りである。展示品には、室町時代の白星や太鼓門外に掛けられていた、文政二年の目安箱、出木人形の頭などがある。1872年に、書院、玄関、室蔵一棟を残して解体された。1952年に、国の重要文化財に指定され、 1969年から翌年にかけて文化庁により反解体修復された。ありがとうございます。